トナカイは、哺乳孔クジラグーテイモクシカカトナカイ族の一種である。本種のみでトナカイ族を形成する。別名トナカイ。英語ではレインディアという。北アメリカ大陸で生息する個体はカリブーと呼ばれる。自然分布は北極圏周辺であり、アメリカ合衆国、カナダ、デンマーク領グリーンランド、ノルウェー、フィンランド、ロシア。 スウェーデンの地域個体群は絶滅している。ハンカチク化された動物であるため人為的な分布も多い。主な入分布域はサウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島、ケルゲレン諸島、プリビローフ諸島、セントマシュー島、アイスランドなど。分布域は妙であるトナカイはアイヌ語での故障、トナカイ、またはトナカイに由来する。アイヌ語のトナカイも、 北方民族の言語からの外来語だと考えられている。カリブーはフランス語の名で、これはさらにミクマク語のハリップに由来する。英語はカリブーのほかレインディアと呼ばれる。レインはコノルド語のハーンに由来し、これはさらにインドヨーロッパ祖語で格のある獣を意味するクローノスに由来する。漢語ではトナカイと書き、トナカイを意味する。朝鮮語と中国語、 ベトナム語では、これに由来する。ロシア語では、北の鹿を意味するという。アルタイ系ツングース人の言葉では、オロン、オロ、オヨン、オロンブク、ホラ、ホラナ、トウと呼ばれている。体長120センチメートル220センチメートル。肩高90センチメートル150センチメートル。体重60キログラム300キログラム。時速80キロメートルで走る。 頭骨隠し方で唯一、死ゆともに、角がある。これは口実するように、角の用途が、繁殖期におけるオスの構想だけでなく、雪を掘って、餌を得る役割もあるためである。オスの角の方がメスよりも大きい。オスは春に、角が生え秋から冬にかけて抜け落ち、メスは冬に、角が生え春から夏にかけて角が抜け落ちる。寒冷な環境から身を守る、分厚い体毛を持つ。 毛の内部に空洞があり、保温性に優れている。オスは繁殖期になると陰頭部の毛が長く伸長する。ひめは大きく接地面が大きいため体重が分散され、雪の上でも沈むことなく歩くことに適応している。頭部鼻の色は黒、もしくは白い毛が混じったものでカキの歌にあるような赤ではない。ただし、鼻先の部分に毛細血管が集中しているので、 毛の色が白い場合、赤く見える場合がある。また、発光生物のように、美自体が光ることもない。ツンドラ地帯に生息する。群れを形成し、季節によって大規模な移動を行う。天敵としては狼、大山猫、クズリ、ヒグマ等が挙げられる。走っているトナカイの群れ草を食べているトナカイ植生は草食性の強い雑食性で夏は草や葉、時に、 レミングや虫等の小動物を食べ、冬は角やひずめで雪をかき分けて、舌に生えたチー類等を食べる。シベリアに住むハンティ人は魚を給仕している。この様子を観察した日本の文化人類学者は、トナカイが魚を食べる理由を、タンパク質や塩分の補給になるためと推測している。幼獣4月から6月にかけて1回に1匹の幼体を出産する。 古代ローマのユリウスカイサルがガリアに遠征した時に表したガリア戦記にトナカイまたはヘラジカと考えられる動物の記載がある。カムチャツカ地方の先住民族であるコリアーク人の名前はトナカイと共にあるを意味する語から来ている。トナカイは古くからソリを引くために使用された。スカンジナビア半島からユーラシア大陸北部を経てシベリアに至る地域では 古くから家畜として飼育され、人々の生活に大きく関わってきた。人類が最も古く家畜化した動物の一つでもあり、乳用、食肉用、毛皮用に加え、ソリを引く刺激やに役にも利用されてきた。トナカイは、雪上でも走行可能なので、人間が直接乗ることもある。サンタクロースのソリを引く動物としての認知度が最も高い。 トナカイ肉は北極地方に生きる人々に重要な食べ物。トナカイの毛皮角は骨格器として利用するほか粉末にして6畳という滋養競争の薬として用いられることもある。乾燥させた人体から糸を作り骨格器の針と共に用いて毛皮を塗って衣服や長靴や手袋などを作る。日本では北海道手塩群滅の部町で 商業飼育されている。国際自然保護連合は2015年の時点で過去3世代間で北極研修編における個体数が40%減少したとして2016年版のレッドリストで気球種と評価した。バルナラブル詳細は EN、サンタクロース、S レインディアを参照カウチン風デザインサンタクロースはトナカエが引くソリに乗るとされる。ただし当初は トナカイの頭数は一定せず名前もなかった。1823年のサンタクロースが北で以下の八頭とされたのが有名になった。この順序は前からであるとする説もあるが、作中ではそのような言及はない。ダンダーとブリクセムはそれぞれドイツ語の雷名と雷光の文字りで、後の物語での名は安定しないが、ここに記した名は原点のものである。 さらに、1939年の、ルドルフ・アカハナのトナカイに登場するルドルフを先頭に、加えた急頭とする説も知られている。ありがとうございます。